ドメドンです。今回はオリックスにアップデートが来たということについてやっていきたいと思います。きっと誰も信じてないよね。俺のことホラ吹きだと思ってるでしょ。まあ今なんかさ、関心の方が先に来てるでしょ。いやメルトンやっぱ嘘ついてるし、多分アップデートも来てないんだろうけど、メルトンよくネタつきねえなーみたいな感心してませんか。あのやっぱメルトンすげえや。いやなんか基本的にサムネ新武器って書いてるけど、いや新武器とかやっぱ実装されてないけど、やっぱネタつきねえのすげえや。いや感心してる場合じゃねえからいやちげえから、あのちゃんとアップデート来てます。あやめてくださいね。何感心してるんですか。あのオリックスアップデートちゃんと来てます。みんな多分ね、今日もね、いやメルトンすごいよ、もう頑張ってほしいとかってちょっとね応援の方にやってると思うんですけど、ね、来てるんだよね。ちょっと勘違いしてると思うんですよ。いやきっと来てないと思うけど、いやメルトンネタつきのすげえわ。いや嘘だろうがなんだろうが、いやネタつきずに動画作ってんの、いやすげえや。いや違うんだよねなんで信じてくれないの。いや最近なんかね、よくネタつきないなって一瞬待って褒められるようになったんだけど、もう逆にね信じてもらえなさすぎて、俺が新アップデートの情報を言っても誰も信じなくなっちゃったんだよね。びっくりです。危なっ。ちょっと待って、これ無理やりです壊して通れなくさせて。あっていうかね、これ何のアップデート来たかっていうと、なんと登るスピード、オリックスのオッケー開かないね、ハッチの登るスピードが 1.5 倍速になったんですよ。でそれに伴ってなんだっけ、上がる時のうるささも 1.5 倍減少したんですよ。あれそういう場合なんていうんだ、早くて静かやばい、額なし、やばい、修正内容額なしすぎる、ごめんね。あのとにかく早くて静かなんですよ。だからとにかくバレなかったっすね、爆速で。だから今までふんああみたいな感じだったんだけど、今ふんで登る、えガチそんな感じ。昔はふんはあって感じだったの。オリックスマジで掛け声うるせえんだよこいつ。だけど今ふんだけなの、掛け声が、掛け声減ったんすよ。だから登るスピードが 1.5 倍速になって、掛け声がまたさらに 1.5 倍速されるのかと思ったら、なんかね登る音がマジちっちゃくなったんだよね、早くて静かこれ人数っていうか気が散ったら、あカンチャラも発動したな。ちょっと待ってね、これ上がるタイミングをねちょっとね、これ誤るとねボコ殴りにされるからね。味方が打ち合った瞬間に今登るか、ちょっと味方打ち合ったから登るわ、行くぜ。あ一人になっちゃった、あこれ下行こう。あぶね、ほらバレてないでしょほら気づいてないんだよ、俺が今これ銃声鳴らしちゃったから後ろ振り向いたけど、ほらバレてないんだよね。いやマジ早くて静か、ほらみんな感心してる場合じゃないでしょ。いやあのマジでアップデート来てるでしょ本当に来てるでしょ。オリックスの登るスピード上がってるでしょ。あのね事実に基づいて動画上げてんだよね一応。まあ確かにサムネで嘘ついてることもまあしっかりあります、あるんだって感じなんだけどあるんだみたいな感じだと思うんですけど、いやまあね新武器って言いながら新武器は実装されてないけど、まあ、新武器のようなアップデートが来てるから。でもねちょっとこれねあんまり言いたくないんですけどね、これ気づいてる人いるかマジでわからないと思うんですけど、俺ね新武器ってサムネに書いてあったりタイトルに書いてあったりするんだけど、実はね言い切ってないんですよえ詐欺って感じだと思うんですけどね、いや新武器が実装されたとは言い切ってないんですねこれあのね新武器が実装されたとか新仕様みたいな疑問形で書いてるんですよ。あのびっくりマークあってなって書いてあるんじゃん、いつもさタイトルに疑問形なんですよね。だからえ新武器が実装された、え新武器、えそれ本当みたいな感じの、そういう感じの書き方なんで、だから別に新武器とは言ってないんですよねガチの詐欺っぽくなってきたんですけど、いや俺よく見てみ、今までの投稿されたタイトル言い切ってないですからね。でちゃんと新武器の時は新武器って言う、あの元気よくびっくりマーク書いてんだけど、あ怪しい時ってえびっくりマークって書いてんの、え新武器、え本当、えこれ本当、いやでも違うかみたいな書き方してんの。だからねちゃんとね訴えられたことも考えながら法廷バトルに発展した時に言い訳できるようにビックリマークハテナをタイトルに書いてるから、別に言い切ってないんですよね
なんでこんなこと言ってんだろう。まあでもね、嘘、人って嘘つき続けると、なんていうの、嘘つきとかって、あああああそんなことばっかり言ってるばかりじゃないわ。バチ当たりめ、バチ当たりめって俺のことだけど、やばい、これちょっと待って、気づいたら2オン2なんだけど。は、わぁお、たんプラント死んだな、これプラントどこでし、どこに絞らなきゃなんていうか。ブリンクインします、ジェットブリンクイン、これがブリンクインだから、レインボーシックスシーズの。これマジ当たらないからね、弾。え、いた、壁裏だなこれ、負傷か。おお強すぎよ、記録重いね。え、こっちに C4 投げたっけ。あ、やばい時間ね。え、どこ、教えてよ。え、これ間に合うっけ。え、これ間に合うっけ。あ、間に合う、オッケー。あー、もう新アップデートかな。だから今日はね、新アップデートって多分書くと思う、びっくりマーク、新アップデートびっくりマークって書くよ今日は。本当にアップデート来てるから。俺はね、やっぱこういうね、怪しいちょっとね、詐欺サムネっぽいこと、詐欺タイトル、詐欺サムネ、まあいろんなね、数多くのちょっと嘘っぽいこと、嘘を言い続けてね、一つ分かったことがある。人って嘘をつき続けると、一番最終地点、人に感心されてしまうんだよ。いやー、すげえよ、なっちゃうんですよね。いや、なんかね、その手前は、いや嘘つきとか、いやこれ違うと思いますよみたいな感じで本気で注意されたりするんですけど、みんなね、その先ずっと嘘つき続けてると、いやーもうあいつすげえやみたいな感心するんですよ。まあ感心するイコールもう無視してんだよね。あ、まああいつ嘘ついてるからな、まあでもあいつすげえや、続けてるし、まあいつもねすごいと思うみたいな感じで興味を失う。嘘つき続けて分かったこと、一番やばくなってくると末期症状、信じてもらえなくなるんじゃない、みんな嘘ついたら信じてもらえなくなる、人に信じてもらえなくなる、違う、逆に感心される。だからみんなもね、嘘つき続けて逆に感心されたらやばいと思った方がいい。あ、もう誰も俺のこと信用してないんだな、認識した方がいい、これね実体験です。だからね、ネタバラしました、俺のタイトルとサムネに。うん、死ぬけ、びっくり、向かってんの、書いてあったら確実にそう思ってくださいね。お前、え、みたいな、死ぬけ、うん、あ、これいける、ちょっと弾が足りなかったんじゃない。あ、危ね、薬薬薬薬、うっ、おお、あ、うっ、あ、昼間、はっ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 、昼間だ、おお、あ、え、夜じゃん、あ、ちょっと待って、ガン決まりしてる。ちょ、ガン決まりしちゃったんですけど、一瞬でちょっと毒の薬が入ったんで、ちょ、高揚して昼間になっちゃったんですけど、今夜に今動画撮影してるんですけど、ちょ、高揚して昼間に見えてしまいました、ね、ちょ、太陽が照ってるのかと思ってしまいました、すいません。ちょ、危ない、怪しい動画になってきたね、ちょ、ガン決まりしちゃいましたね。ちょ、毎回なんか毒の薬とかサンダーバードの回復系が来るとちょっとね、周りがピカーンってなるから、ちょっとわーってなっちゃうんですね、なんかパーッと明るくなって、こう意識がスーッと遠のく感じになっちゃうんですよね。これ芸者と多分ラペだな。はあ、これ見えてしまいますか。いや、メルトンさん、これやれてしまいますか。これは、あ、これ盛り上がっちゃうよ、はいっつって釣れたんじゃない。こういう壁に切って敵の視線誘導できるんだよね。できてんのかこれ、普通にカプカンの方見てたかな。あ、やっぱ誘導できてたわ、これ結構強いんだよね。まあ俺こんなこと言ってるけど、多分ね、アップデート来たんで、ちょこっからね、1、2週間ぐらいは結構ガチで有益なね、情報をお届けすると思う。そっから先はちょっとクリエイティブですね。クリエイティブですね。別に嘘とは言わないよ。てか俺あんま嘘本当につかないからね。ガチの嘘をついたことって俺なんだろう。マジの嘘ついたことって俺ないんじゃないかな。リージョンのショットガンが強いとかって言ったのあれ嘘だ。あれ本当に弱いからな。ショットガン系列は大体やばいけど、リージョンのショットガンは特にやばい。でもね、嘘ついたって言ったらね、いや、マジでそれぐらいしかない。ね、基本本当に有益なこととか、新しいことをみんなにお届けしてるから、安心してこれからもね、見てほしいです。俺結構頑張ってっから。だから、ちょっと今から1、2週間はさすがにアップデート来たから、まあ、あれっすね。
ちゃんとアップデートの情報をお届けするって感じだけど、そっからはクリエイティブって感じだけど、それはまあ裏技って形で、俺の考えた最強の裏技って感じだけど、もうそんな感じで出すんですけど、真っ赤な嘘じゃないんで、ガチで見てください。でもリージョンのショットガンだけは信じないで、あれマジで嘘だ。あれもうバカです、あれ弱すぎ。あれ強いとか言ってるやつ詐欺です、あれ。本当にやばい。なんか足音しない？あ、いないか。あれ気のせいか。あお、すいませんでした。ちょ、逃げます。さあ、これ短縮して、こういうの速攻降りてルートキャッツですね。ちょ、早すぎお前行動が。え、くらお前。え、くら、隅っこでスマホいじってるゲームある？くらすぎるよそれ。オッケー、死刑。はい、ということで皆さん、そうだね、言うことなくなったんで、いつも12時20分からTwitchで配信してます。見てね。メルトンでした。バイバイ。